こんばんは、神田間です。今日はライブに行ってきまして、そう、あのね、前ちらっと言ったんですけど、今日ライブだったんですよ。歌った曲はね、70年代のね、平山美希さんのね、真夏の出来事。まあそんなこんなで前置きが長くなりましたが、そう、そこでご飯を食べてきたので、そう、そして軽く飲んでます。そうなんです、目標体重には行ってないけど、ウエストが目標の、今週の目標の数値に行ったので、今日はディディン、ビールを飲みながら語っちゃいます。いただきます。うまいね。私今月誕生日なんです。イエイ。そう、あと1週間で年齢が変わります。で、自分自身に誕生日プレゼント何買おうかなって思った時に、全然ね、物欲がないから欲しいもんが思い浮かばなかった。今年の誕生日は自分の体に費やそうと思って。またまた話が長くなりましたが、 LINE でニュース見てたら、今恋愛拒絶女子が増加あったんですよ。一応私もこれでも今年27、そう、今月27、 OL、 アラサー、そして独身、彼氏なし。なんか前コメントで、本気で人を好きになったことがないんだなって思いましたっていう、びっくりしました。私そのコメントが来た時に、そうやって見られるかと思って。あるよ、本気で人を好きになったことくらい。噛んじゃった。人を本気で好きになったことはあります。本気で好きになった恋愛しか多分してないと。まあまたね、どんどん話がずれてっちゃうから戻すけど、チャンスはあるけど恋愛拒絶女子が増えている理由、出会いがない、恋をしたいのにいい人に巡り会えない、そんな風に嘆いている女子はたくさんいますが、たくさんいます。恋愛ができないと悩んでいる女子が今増えてきているんです。なんと、出会いはあるのに恋愛に発展しない、チャンスは巡ってくるけど恋愛をしたいわけじゃない。今回はそんな恋愛拒絶女子が増えている理由に迫りました。迫ってくれてありがとう。前の恋愛を引きずっている。前の恋愛引きずってんの？出会いがあっても積極的になれない。すごいわかる。仕事をしている自分が好き、超好き。仕事でね、やりがいを見つけちゃうとね、難しいよね。恋愛が怖いという女性もいれば、恋愛の二文字なんて頭にないという女性まで、様々な方がいらっしゃいましたってこのやつには書いてありますね。どうなんですか、皆さんは恋愛していますか？女子力上げてっていうのでこの YouTube 始まりましたけど、なんかすごい何でも喋れる場みたいに、何でも喋れる場じゃあんまりなんかな、ね、全部さらけ出してるみたいな感じだけど、まあ、全部さらけ出してるよね、もはや。この話の終わりが見えない。どうしよう、この終わり、この話の終わりどうする。おかげさまで登録者数6000人、ありがとうございます。嬉しい。でもよく考えて、7月31でしょ、あと5、6、7、3ヶ月半くらい、あと4000人、今月のペースでいくとね、9000人で終わるんだよね。どうしたらいいの、増やすには。わからんな。本当に今日の動画何もね、着地が見えない。何も見えないよ。ビールの終わりは見えるけどね、全然進んでないよね。まあ金曜日だし、どうしようかな。なんか野球もさ、ジャイアンツ弱いし、弱いって言ったらあれかもしれないけど、なんか昔みたいに
ね、キラキラしないよね。広島強いよね。広島にまともに勝ってんの阪神だけでしょ。今年の阪神化けてるよね。でもジャイアンツもなんかすごいお金かけて取った割にはスタメン生え抜きみたいな感じだよね。ねえ、今日の動画のタイトルどうする？本当にどうしようね。今スポーツニュース見たくってずっとつけてるんですけど、野球やった？もう始まったね。鳥谷だよね。阪神のなんかキーマンみたいな感じ。これ見てる女の人たちいたら見てほしいんだけど、鳥谷ってすごいイケメンですよ。あのジャイアンツファンが阪神の選手褒めるってすごい多分ねブーイングされるかもしれないけど、いや短いな、ジャイアンツ戦の。今週もやっと1週間が終わり、完全にただの酔っ払いみたいな感じになってきてるけど、とりあえずビールは飲みます。本日の半生劇場終わり。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日、バイバーイ。